NISA とは資産運用を行う際に利用できる国の制度です。2024年からは NISA 制度が新しくなります。新 NISA のポイントは5つ。1、非課税保有期間は無期限。2、年間投資額が360万円に拡大。3、非課税保有限度額が1800万円まで拡大。4、非課税保有限度額の再利用が可能。5、積立投資枠と成長投資枠の併用が可能。NISA 制度や NISA の活用方法について詳しく知りたい方はコメント欄をご確認ください。